Okay, vamos então. Vamos começar onde? Em cima. Então vamos, né? Vamos vivo. Tô zimbo. Tá bom. Depois. どうも、しらすたろです。キャムでございます。はい、というわけで今日は僕はですね、ブラジルに来て初めてお仕事をしたコーヒー農園に来ております。というのも、そのね、昔僕を雇ってくれたおばちゃんが、今年もコーヒーちょっと余ったやつがあるから、もしよかったら君たち取らないかいとお誘いを受けまして、今日我々アルバイトをしにね、やってきてるんですよ。というわけで今日は、まあ取った分だけお金をいただけるということなので、頑張りましょう。はーい、バーマース。はい、というわけでね、これがコーヒーの木なんですけれども、見てください、ほら、この辺はもう全部ね、収穫されちゃってるんですよ。だから、ところどころに余っている実をね、すべて取ってほしいということなんです。ほら、こういう感じですよね。こういうちょっと余ってるやつを取っていいということで、普段なら、熟したやつしか取っちゃいけないんですよ。このね、青い実は残しておくやつなんですけれども、今回はもう全部取っていいっていうことなので、ね、ほら、こういったやつとか、この全部取っていくということです。うん、なのでね、ワンサかなってるわけじゃないから、まあそんなにね、稼げるわけではないと思うんですけど、まあ久しぶりに昔に戻ってコーヒー収穫やっていきたいと思います。なぜなら僕がブラジルに初めてたどり着いた時に、ここの農園のおばちゃんがね、僕を雇ってくれて、その時僕ね、丸一日やってようやく20リアルを稼げたぐらいだったんですけども、その思い出はね、未だに忘れることができない。その20リアルがね、僕のスタートでしたね。というわけで今日は原点に戻ってね、やっていこうということで、皆さんにその様子をお見せしたいと思います。はい、というわけで早速チャムガも始めているんですけれども、本当にね、ちょっとしか余ってないような、こういったね、コーヒーの実を取っていくという作業なので、ビビったる量しか取れないと思います今日は。なんですけれどもね、こんな感じで、うん、まあそれなりに頑張ろうということで、はい、今日は僕とチャイムどっちが多く取れるか勝負ということになっております。なので皆さん、どちらが勝つか予想してみてください。わはい、というわけでね、スタイル変更ということで、こう数が少ないから、もう下にね、布を引いてもまばらなだけです。なのでこのカゴを使ってやることにしましょう。はい、あー、天満ですね。エベルダージー、今ね、実が比較的なっているところをドーナルズイヤに紹介してもらったんで、その辺を取っていきたいと思います。はい、というわけで僕はまだこんだけしか取れてないんですけど、チャムはやる気を出してすごい頑張ってる、はい、あー、チャムの方が全然取ってるね、お料理に、はい、これチャム、これ僕で、さらにチャムはこの一応ね、布のところにも落ちたやつがあるって全然ないな。はい、ありましたね。ここは比較的ありそうなんで、こんな感じでガンガン取っていきたいと思います。目標はね、100リアルを稼ぐことだったんだけど、ちょっと黄色信号灯ってます。ただこっから頑張っていきましょう。
っしゃ、よし、これでまた身軽になってガンガン取っていきましょう。はい、結構太陽も出てきて暑くなってきた。暑くなってきた。はい、というわけでね、今チャムがアリさんの巣の上あたりを歩いちゃったみたいで噛むんですよ、このアリ。かわいそうだ。うわー、かわいそう。何、いっぱい入っちゃった？いっぱいいっぱい。どこに、どこ、クラスターは？クラスターそこのね、砂っぽいところ。あれかー。そうで、実はこういうところはね、ヘビとかもちょっと怖いんですよね。たまにヘビに噛まれて亡くなっちゃう方もいるから気をつけなきゃいけない。そしてアリンコに苦しんでる。チャイム大丈夫か？大丈夫じゃないっす。やばい？あ、そう。はあ、これが自然の怖さですよ。やっぱ楽じゃないぞ、コーヒー収穫。社長、どうしますか？というわけで僕もね、アリンコにやられちゃって。どこ？チンチンの噛まれちゃったんですよ、アリンコに。ちっちゃいやつが中から入ってどんどん上がってきて、わ、いってたった一匹なんだけど、めちゃめちゃ痛い。痛い。まだいるのかもしれない。その下がったとこダメです。あ、うん、あ、じゃあね。あ、またな。またな。残念ながら僕とチャムがどっちが奥とだかっつうのは分からなくなっちゃった。ただ二人でね、いくら稼げたかっつうのは後で公開するんで、皆さんお楽しみに。気をつけてね。あー、すごい綺麗な山々。はい、というわけでね、15年前はね、ここのルジアおばさんがね、僕のためにお昼ご飯をわざわざ作ってきてくれたんですけれども、今日はうちのチャムがおにぎりを握ってきてくれたんで、これをいただきたいと思います。いただきます。そんないらしたら海洋するでしょ、パラパラパラって。今お昼休みの時間なんで、みんな休んでますね。うん、ね、でこちらが農園で1万本のコーヒーの木が植えられているということで、こちらさっきもお見せしたんですけど、まあ、乾かし場ということでね、うん、コーヒーをここでラフに乾かしているということです。うん、たまにこれをね、かき混ぜたりして、ほら、あそこにあるね、濃厚器具で、これですね、なんて呼ぶのか知らないけど、これでね、サラサラっつってかき混ぜて、さっきドーナルゼアもやってたんですけど、こんな感じですね。うん、いや、今日は天気に恵まれてよかったっす。あ、ただね、コーヒーの収穫はやっぱり曇りぐらいがちょうどいい。暑いとやっぱ大変。はい、ほな、午後の仕事を始めますか。ご飯を食べてちょっとは回復したチャムです。この美しい景色を見てさらにエネルギーチャージできたはず。多分張り切り太郎ちゃんはもう仕事始めてます。コンコロリンとコーヒー豆がたらいに転がる音がしますね。そういや、このお方前もこの畑で数ヶ月働いていたわけですけど、コーヒー畑の中の位置が全然覚えられへんで、ここに戻ってくるのも、チャム、俺の基地どこと方向音痴すぎてびっくりしました。いや、今さらびっくりせえへんけど、ほな午後も頑張ろう。はい、というわけでね、昼飯食べて2時間ぐらいずっとやってるんですけれども、さすがに疲れがやってまいりました。もう肩とか腰とかめちゃめちゃ痛い。あー、チャムはどう？チャムは疲れてます。おー、やっぱハードですよ、この仕事は。初めこそウキウキしてね、キャッキャしてやるんですよ、観光者気分でね。でもこれをガチでやるっつうのはやっぱりね、大変なことです、本当に。うわ、すっげー痛い肩が。あー、はい、でコーヒー農園にはね、見てください、こういったパパイヤとかも植わってて、バナナとかもね、植えられてるんですよね。じゃあもう最後の力振り絞ってるけど、うん、3時までかな。そうだな、あともうちょっとやったら帰るかな。さすがに体壊しちゃしょうがねえし。わー、はあ、すごい。はい、これ午後の分ですね。午前中に撮った分もあるんで、うん、今から集計して、うん、果たしていくら
はい、稼ぐことができたのか。はい、すぐ足元にちょっとふわふわの落とし穴になってるからね。はい、というわけでこれうん、な、いいだろ、下に持っていきましょう。なんか矢先の本当だよ。はい、2億くらいしなきゃいけない。はい、というわけでね、今日収穫したコーヒーの実をね、ついに測る時が来たと。まずは一緒に入っちゃった葉っぱを取るね。葉っぱを取り除いて、この1貫が10リアルですよ。これをいっぱいにして10リアルだから簡単じゃない。ああ、いや簡単じゃないよ。俺たち5杯も行ってないかな。だから50リアルも稼いでないかもしれないな。午後一杯分で1か。はい、はい、どいす、どいす、まいずん、まいずん、きまいずん、そうでいいですね。でいいです。はい。全体がいい。全体がいいです。よっしゃ、盛り上がる。はい。甘い甘いです。ね。甘い甘いです。はい、というわけで、トリンタヘアイス、ガイナしました。ああ、頑張ったね。はい。足に、おーりゃー。希望。はい。はい、これが、この量がね、我々が今日朝から、この夕方までやっ、収穫したね。コーヒーです。30リアルですよ。何時間やったかな。足ね、伊勢かね。そしてこれを広げて乾かすということです。はい。あた、エボベ。テマストレス。アシン、エンタン、エボベ。明日もあるっていうので、ちょっとね。やるかどうかはチャムと相談の上決めたいと思います。はい、この方がね、僕がブラジルのこの町にたどり着いた時に初めてね、僕を雇ってくれた恩人ですね。ドーナルズ・ヤ、本当に恩人。はい、というわけで行こうか。よし、はい、というわけで頑張ったね。頑張った。帰りますか。はい、はい、